ドリス・メイ・レッシングはイギリス人作家。2007年にノーベル文学賞を受賞した。1919年、ペルシャのケルマーンシャーでイングランド人の父アルフレッドと母、エミリーの娘として生まれ、ドリス・メイと名付けられる。父、アルフレッド・テイラーは第一次世界大戦に従軍中に片足を失い、入院中にロイヤルフリー病院で担当した看護師。 エミリー・マック・ベイトで会って結婚する。アルフレッドはその後職を求めてペルシャに移住しペルシア帝国銀行に勤めた。ドリスが3歳の時にテヘランに移り5歳の時にイギリスへ帰国その半年後の1925年に南ローデシアに1000エーカーの土地を購入して移住しトウモロコシの栽培を始めたが生活は楽ではなかった。 ドリスは幼い頃から本に親しみ、ドリスのために母はイギリスから多くの本を取り寄せてくれた。ソールズベリーカトリック系の女学校であるドミニカ女子高等学校に入学するが、14歳で中途退学、以後独学を続けた。15歳で家も離れると、ヨハネスブルグやソールズベリー近くで看護婦やメイドとして働き始めた。この時、雇い主からもらった政治や、 社会学の本を読み始め、一旦農場に戻り、修作を書き始めた。19歳で電話交換手に転職すると、すぐに、イギリスの現地管理で10歳年上のフランク・ウィスドムと、結婚、二人の子供を設けたが1943年に離婚し、子供とも別れる。人種問題に関心を持ち始め、亡命ドイツ人たちのマルクス主義運動に参加し、 活動を通じて知り合ったドイツ人移民ゴットフリートレッシングと1945年に再婚し一難を設けるが1949年に離婚した。現在のレッシングという姓はこの夫のものである。この間に地方誌に詩や短編を発表する。1949年に息子と共にイギリスに渡り、翌1950年に 帰国前に執筆していたローデシアを舞台とした地震初の著書草は歌っているを出版し好評となる。1952年からはアフリカ育ちの少女の内面的な成長を描く自伝的要素を持つマーサクエストをはじめとする暴力の子供たち五部作を発表。この第五作四つの門のある都市では舞台はロンドンに移り人間の無意識や狂気についてのレッシング独自の 見解も盛り込まれている。1954年に共産党に入党し、党の出版活動に従事するが、1956年に離党、原水爆禁止運動にも積極的に参加していた。その後も共産党の有力な支持者として20年間にわたって見後に監視されていた。また1950年代の起これる若者たちのエッセイ集、宣言に、 小さな個人の声を寄せて、作家が現実に積極的に関与すべきことを述べている。1962年に女性の自立、様々な差別などの社会問題を題材にした黄金のノートを出版し、一役なを高め、この作品によって当時のウーマンリブ運動の理論的指導者とみなされるが、自身は運動への参加を拒否した。 1950年代以来、男女の愛憎と女性の自立をテーマにした作品を書き続け、マーガレット・ドラブルは1980年の日本での講演、女性の小説の伝統で黄金のノートは、女権拡大運動のバイブルになっており、レッシングは、イギリスの女性作家に多大な影響を与えていると述べている。1974年には、最終戦争後のイギリスを描いた、 生存者の回想を発表。1979年からは宇宙の彼方から地球を眺めて描く SF 的な物語、アルゴザのカノープスシリーズを発表する。またこの時期、ジェーン・ソマーズのペンネームで中年女性の現実を描く2作を書いた。1980年代にジンバブエを再放し村に本を送る活動の組織にも所属した。 1982年には公園旅行で来日。ザ・メイキング・オブ・ザ・レプレゼンタティブ・フォー・プラネット8はフィリップ・グラスによりオペラ化され、歌詞はレッシングが担当した。1985年には北アイルランド問題に関わるテロリストを描いた善良なテロリストが絶賛を浴びた。アフガニスタン救援活動にも参加し、1986年に ソ連侵攻下のアフガニスタンを訪問して、その時のルポをアフガニスタンの風として発表している。また、南アフリカのアパルトヘイトを非難して、1956年から1995年まで入国を禁止されていた。反核運動にも参加。2013年11月17日に94歳で死去。1954年短編5で、 サマセット・モーム賞受賞。1981年オーストリア国家賞受賞。1984年ドイツ連邦共和国シェイエクスピア賞受賞。1985年に善良なテロリストでブッカー賞にノミネートされ、W.H. スミス文学賞、モンデロ賞受賞を受賞した。1989年にザ・フィフス・チャイルドでグリンザネ・カブール賞受賞。 長年ノーベル文学賞の候補となっていたが、2007年に受賞し、ノーベル文学賞では歴代最高齢の受賞者となった。受賞理由は女性の経験を描く女子詩人であり、会議と劇場、予見力を持って対立する文明を吟味した。受賞式は腰痛で欠席したが、代読された受賞スピーチのタイトルは、ノーベル賞を取れないことについて、で、 ジンバブエで学校で本が手に入らない現実と本の重要性を語っている。ありがとうございます。